柏崎の恋人岬にやってきました。うんうん、滝がこういっぱいあって、はい、じゃあ行きますからちょっと待ってください。あ、いいね。うわぁ、買うか、買おう。うん、明るくなってきました。お、何か見えてきたよ。おー、いくつの目の雲に同時だって。7時10分、赤城高原で一休み、景色が見たかったので一休みって感じですかね。すごい雲海が降りてますね。うん、空気が美味しい。山がよく見えますよ。赤城高原サービスエリアからの眺望、三国山とかさ、谷川岳とかさ、穂高も見える。あれが穂高だ。これが穂高です。綺麗だな山。いた。おーい、本当だ、ホトトギスですね。教えてくれてありがとう。気がつかなかった。空気がね。長い関越トンネル入ります。
うわあ、緑が。うわっぱらこっちの山もすごいです。越後川口、ああ手入れしてる人がいるんだ。大変だ。さあこの先の見晴らしはどうなっているでしょうか。ウグイスが鳴いてる。さあ登ってきました。ほう、おお、山がいろいろ見えるのね。お酒どこ。あ、本当だ、いた。信濃川。昨日の雨で濁っちゃったんだね。もうこっち側に川が流れてるんだ。電車今ちょっとお尻だけ見えたよ。あ、電車。あー今いたな。どこ。一応、あ、見えた見えた見えた。魚沼地方から見える山です。会津駒ヶ岳。到着しました。ああ、サバサバ。ああ、なるほど、恋人岬。おお、海です。やった、海だ。あ、ここは元レストランだったっていうとこね。
うん、そこで休めそうじゃない。あ、そうだったのか。はい。恋人岬にやってきました。柏崎の恋人岬にやってきました。え、来たことある？ああ、すごい。あ、コロナになってっから。うんうん。鍵がこういっぱいあって、そこはどこだったかな。うんうん。はーい、じゃあ行きますからちょっと待っててください。いいね。あったかい。うわぁ、買うか。買おう。キス店。メギス。メギス。メギスっていうものね。うわぁ、持って帰らないもんな。残念なことに、この辺は。いや、すごいな、この辺は。え？おー、でかい。いいな、こんな間口が釣ってみてえな。はあ、このぐらいでっかいの鈴木ってんだよな。なあ、なんか面白いもんがいろいろあるわよ、うん、あ、それうまいんだよな、ホタルイカの酢干し。あ、向こうもなんかいろいろあるね。見てくるか。あ、こっちでも。うん？うわぁ、いや、素敵ですね。もう少し若い、そうそうぐらいの、うん、すごい。
あの道ね、あんないい道ではなかったような気がする、一組だけ人がいました。じゃあ、使いましょう。清津峡にやってきました。川の音が、ここは水が濁ってないね。綺麗だ。すごい。いやー綺麗だな、水が。現在地はここです。あそこで喧嘩やればいいのか。よし、タオルはないですよっていうことですね。結構歩くね。この先どうなってるんでしょうか。あ、何かまた案内が。ほうほう。これは何？ああ。はい、第二見晴らし所です。おお、すごいわ、ここは。これは何かというとですね、トイレなんですよ。かっこいい。トイレの中に入るとまたすごいんですよ。トイレなんですけど、外からは見えないけど中から見えるんですよ。ここで、しかも向こう向きに、トイレに入ると中が見える。ピースして、しかもこっち向きに座る感じになるので、向こうに人がさっきたくさんいて、用足してる時に心細かったです。トイレでした。明るくなってきました。お、何か見えてきたよ。なんか説明がありますね。いくつのグループでも同時撮影。おお。はい、帰ってきました。これってニーニーゼミが鳴いてると思われるんですけど。セミが鳴いてるよね。食べよう。オッケー。
なんとなくみんなブレーキを踏み始めたかなって感じですよ。ほら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 、それはちょっとって感じですよね。あ、でも流れてっか。もともとこの辺って、必ず渋滞する場所ではあるよね。何があったんだろう。ビューンっていなくなったね。かっこいい。やっぱ